木曜日に配信されたチャンピオンロードビヨンドやりたいと思います。その前にファイヤープロレスでした。スパイがスパイク中速ですね。一番最初はヒューマンが出してたんですが、一作目が1989年ファイヤープロレスリングコミネーション2センチで出てます。この時すげーやったな。でそこからファイヤープレスに乗せたロカウトでスーパーハイコンパン、スーパーファイヤープレスにマドライバーでも出てますね。でプレステ1でも出てて、ドリキャス画期的だったな。でゲームボーイアドバンス出てて、プレステ2でファイヤープロレスリング Z、 でこんばんは。こんばんは。オンラインで俺の作ったキャラ上げてるのでよかったら見てください。あ、ぜひ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 。ネットですから、すごいですからね。ダウンロードさせてもらいます。ショッカーとか作ってますのでいいっすね。じゃあやっぱキャラクターもんは面白いっすよね。ぜひぜひ。クユガとかも。お、クユガいいっすね。
昔やったけど、一通りやったけど全然覚えてないな。最後死んじゃうんですよね、多分。誰だこいつは。これアントニオ猪木の。ザ・シャクラ、シャラ、時は落ちた、そうそうだ、
Hup!
息子マスクもやめて、わら、膝のライフはゼロよ、わら。
ママムトの技っすね。
評価が低い。このモード技変えられるんですか？いや、変えられないっぽいですね、多分これ。とりあえず今のところはそんな感じは。変えらんない気がするな。
技変えられないのは痛い。そうっすね。これグレイシーじゃん。俺も思いました、わら。グレイシー懐かしいなぁ。懐かしいっすね。あ、技変わってる。格闘技になってんじゃん。面白いな。ハイキック。
かっこいい。会話が飛んだ。話が分かんねえ。
ホールド。ちょ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 。なんで早送りしちゃってんの。ちょ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 。なんで早送りしちゃってんだ。これなんでこれ早送りしちゃってるのさっきから。ちょ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 ないないない。なんかバグってんだけど、このせいこれ。完全バグってんな。なんだこれ。なんだこれ。